信長厚富は日本の作曲家、編曲家、東京都出身。両親は共に広島県出身で、母親が広島市で被爆しており、信長本人は被爆2世。小学校に入る前に東京都へ移り住む。東京都立西高等学校では、管弦学部に入りとンボーンを吹き、同じパートに後に指揮者になる菅野光一郎がいた。 1994年上智大学文学部教育学科卒業。セ田ガ区役,役所職員を経て1997年に作曲家として独立する。作曲は独学であり、ピアノた音楽の専門教育を受けた経験もない。大学在学時より全日本合唱連盟の主催する朝日作曲賞に何度も入選しているほか、2001年、 第70回日本音楽コンクール作曲部門にて任意を受賞している。合唱活動を長く続けていたこともあり、作品は合唱曲が大部分であるが、歌曲や気楽曲にも積極的に取り組んでおり、ピアノ独奏のためのプレリュードはピティナピアノコンペティションの課題曲に選ばれている。親しみやすい商品から無調的な作品まで幅広い作風を持つ。 ポップス的なリズム、火星を多用していることが特徴である。また、ボカリーズにおける BF や BOO といった表記の採用や、いわゆる三千アクセントを好んで使う点、詩人のチョイスなど、三好明や鈴木輝明から強く影響を受けている。2004年頃から作品が二分化し、難しい曲はとことん難しくて、歌いやすい曲はとことん歌いやすいとされる。 これについては、昔は一曲の中にいろんな要素を入れたいというのがあったのが、その頃から曲集の中でスタイルを揃えるようなことを意識し始めたのかもしれない。と信長は語っている。ポップス作品の合唱編曲も積極的に手掛けている。独立直後は作曲の依頼なんてほとんどなくて、編曲ばかり、河合の早川さんに、 やめようと思うんですけどと相談をしたら、生活を心配してくださったのか、ポップスのアレンジの仕事をやらせてもらうようになったんですね。だから98から99年頃に多いんです。自作曲は年に1曲ペースだった時代ですね。当時市販されていた合唱のポップスアレンジは、とりあえずコードとメロディがあればいいんでしょ的な、言っちゃ悪いけどいい加減なものが多かったんですね。 そのことに合唱人として問題意識を持っていて自分ならこうやるという意欲を持って編曲に取り組んでいました。という状態で始めた編曲であるがあの辺の作品群は素晴らしいですね。ポップス編曲の理想形。それでいて必ず信長色を感じます。と高い評価を受けている。アレンジャーとしては高橋直生のペンネームを用いることもある。 ありがとうございます。